この中で盲目は一人、本物以外は視力がある。だったらヒュロ、5分の1の確率にかける気。これを見なさい。耳がいいね。必要ある。お前は死ね。今度は確実に殺すよ、カーサイさん。ママぶつかったら今日は確かにそうした方が古出て当主らしくていいよ。でもさ、そのフラフラな体でどうやって抵抗してみせるわけ？立ってるだけでも限界なくせに。そうね、あんたの言う通り、これが私の限界。でもお前なんかに拷問で殺されるくらいなら、悪いけどお先に退場させてもらうわ。退場？できるならしてごらんよ。私のエトワールフルートも自由自在なの。何？その程度のダメージ。金髪覚えている鏡タイガ、一つだけ忠告しておこう。宝うものは何人たりとも見下ろすことを許さない。図が高いぞ。君が解くんだ。図が高いぞ。無駄だ。どけ。僕の命令は絶対だ。そして罪を償う証として両の目をくり抜いてお前たちに差し出そう。この場にいる者すべて。しまった。フェイク。そのまま讃える姿で思い知れ。お前たちの敗北は絶対だ。僕は明石清十郎に決まっているだろう。だから僕が生まれた。勝つのは俺だ。落山を打つなら100年早い。姉様に殺される。私は私も認めてもらえる。おやめください。
それはまだ実験段階の。で、リャッチー様、殺せ、ナダルを殺せ。リンダ、ぶち殺す。ああ楽しい。やべえよ。最高に飛んじまったよ、クソ野郎。つまんねえ。すごくな、華々しく散らせてやるから感謝しろ。はじめて父さんに転校できたよ。とってもすがすがしれた。嘘つき。エド、僕に意見する気？口で言って聞かないやつ。可愛がりが必要だよね。だってこの世界、僕のめちゃくちゃ得意なブズームの世界まんまなんだから。罪の枝、ウィップウィング、ごめんなさい。気持ち悪いんですよ、童貞の。死ねよ豚、くたばって切り刻まれてホルマリンの中でマスでもかいてな。最高だわ、このシスコン野郎が。てめえなんざ便所でゴキと仲良く、クソ、やってらんねえ。まったく最高にクソみてえな気分だよ。クソったれどもよりクソったれな嘘吐いて笑いながら殺してやる。分かったぶりっこしていい気になってんじゃねえ、この犠牲野郎が。なぜだかは周回1ヶ月期とどうなると。月光守屋のゾンビ兵になったとな。生徒警備隊セリューユビキタス、絶対正義の名のもとに悪をここで断罪する。正義は必ず勝つ。仕方ない、コロ奥の手強化。
頭にこれがある限り私に負けはない。こいつさあ、お前はもう爆殺刑で確定だ。怯えながら